皆さん、いつも当チャンネルをご視聴いただき、また温かいご支援をありがとうございます。一つ一つのコメントや貴重なご意見が、私たちの成長と改善の大きな力となっています。どうぞ皆様が健康で幸せな日々をお過ごしくださいますように。今回のテーマに関するご意見や分析のリクエストは、ぜひ下のコメント欄にお寄せください。どんな小さな声でも、私たちはしっかりと受け止めていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。無事発見できた事件との違いとは、小倉美咲さん失踪事件、道志村キャンプ場、道志村キャンプ場牛行不明事件については最近ではほとんど話題に上がらず、事件なのか事故なのかさえわからない状況で、このまま風化してしまいそうです。事件の日に何があったのか気になるところですが、今回は全く別の視点で考察していきます。皆さんは今年8月国見学で男性が遭難し、6日後に無事発見された事件をご存知でしょうか。この男性はなぜ発見することができたのか。男性が見つかった事件と見つけることができなかった事件では一体どこに違いがあったのか。もし何か違いがあるとすれば、それが発見できるかできないかを分けた要因だと考えられます。今回は発見できた事件とそうでなかった事件を比較し、その違いから子供が行方不明になった際にどのように捜索すればよいのかを考察していきます。国見学での遭難事件。8月10日、熊本県と宮崎県の県境にある国見学で男性が遭難しました。捜索の結果、6日後の16日午後、ユーフォリューから離れた草むらで仰向けに倒れている男性を発見。男性は衰弱し、体に擦り傷を負っていましたが、命に別状はありませんでした。実はこの事件では、道志キャンプ場の事件で行われなかったある対策が行われていました。国見学の事件は道志村の事件と同じく山の中で発生しましたが、標高は道志村の山よりも高く、捜索範囲も数キロに及んでいました。それにもかかわらず、国見学では男性を発見できたのです。発見につながった要因。道志村の事件でも国見学の事件でも、行方不明者を捜索する人員やドローン、 SNS を活用した情報拡散などが共通して行われました。しかし国見学の事件では、捜索隊がどこを捜索したかが分かるように行動のログを記録していました。またそのログを統括して管理する人がいたことが大きな違いです。この行動のログとは、スマホの GPS を利用し捜索隊が通ったルートを記録したものです。例えば無料の GPS アプリを使用すれば、どのルートを通ったのか一目で分かります。行動履歴を可視化することで、捜索されていない場所を簡単に特定でき、効率的に未捜索エリアを探すことができます。効率的な捜索の重要性。道志村キャンプ場の例として仮想ルートを作成しましたが、このようにログを集約すれば、未捜索エリアがすぐに分かり、熱感知ドローンや捜索犬と組み合わせれば、発見率は格段に上がるはずです。また仮に事件だった場合、捜索した場所で遺留品が見つかれば、事件性を判断する手がかりにもなります。 GPS の利点。 GPS はスマホが圏外でも使用可能です。 GPS は複数の衛星情報をもとに現在地を割り出すため、ビルが多い都会よりも電話が通じない山間部の方が正確に位置を特定できます。ただしアプリ使用時はバッテリーの消耗が早いため、モバイルバッテリーを携帯することをお勧めします。道志村キャンプ場の事件を通して、捜索方法の改善点が見えてきます。一人でも多くの行方不明者が無事発見されるよう、これからも考察を続けていきます。二度と同じような悲劇が繰り返されないために、他に何かできることがあれば、ぜひコメントをお願いします。そもそも論になりますが、美咲さんが GPS を所持していれば、その日のうちに発見できた可能性は非常に高いと言えるでしょう。しかし、もしものことを想定して、子供を持つ全ての家庭が GPS を用意することは現実的ではありません。こういった問題に対しては、国が主導し、全ての子供に GPS 機能がついたタグを配布する取り組みがあっても
いいのではないでしょうか。学校不明になる子どもの数は年間1万5000人とも1万8000人とも言われています。それを解決するための策として GPS 配布は決して高いコストではないはずです。この国は国民に対して十分なお金を使っていないように思えますが、特に子どもたちに関してはもっと投資をしていくべきです。この国の未来を支えるのはまさに次世代の子どもたちだからです。最後に、もしもの対策を知っていたことで大事に至らなかった事例をご紹介します。今年9月、静岡県で幼い子供がバスの車内に置き去りにされ亡くなるという事故が起きました。この事故は大きく報道され多くの人々に衝撃を与えましたが、その影響で閉じ込められた際にはクラクションを鳴らして助けを求めるということが広く周知されることとなりました。実際にこの知識が役立った事例もあります。直近では11月2日岩手県でスクールバスに乗っていた子供が助かったという出来事がありました。この時運転手は車内で寝ていた児童に気づかず終点の駐車場に戻り下車しました。しかし児童はドアが閉まる音で目を覚まし、すぐに運転席のクラクションを鳴らしました。そのため近くにいた運転手が気づいてバスのドアを開け、大事には至りませんでした。このようにもしもの時にどうすべきかを知っているかどうかで結果が大きく分かれるのです。音楽、短くなりますが今回の本編は以上となります。いつもは比較的前向きな考察が多いですが、今週は私の誕生日があったということでいつも以上に前向きな内容にしてみました。もしよろしければおめでとうの気持ちを込めて高評価、チャンネル登録、そしてコメントをいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。この動画が少しでもお役に立ったり楽しんでいただけたなら、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またこれからも皆さんのためになる内容をお届けしていきますので、チャンネル登録をしていただけると励みになります。ご家族やお友達にもシェアしていただけるととても嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。